この時間は田中さんに腐敗が止まらない文部科学省、文科省について話を聞きます。私立大支援事業をめぐる文部科学省の汚職事件、文科省の佐野前局長が息子の医学部合格と引き換えに支援事業の審査で東京医科大学に便宜を図ったとして逮捕されました。また入試の点数の加算を指示した疑いのある東京医科大学の理事長と学長が辞任しています。田中さん改めてこの事件 どう感じてますかいや、なんて言いますかね、はい、えー、まだね、ドラマで描かれるような、べ、べたすぎる。かなり前の時代のね。えー、なんか昭和の匂いのする裏口入学みたいなね。 めったにこんなの見たことないっていうか、えー、こう、経験するとですね、はい、えなんか、私の母校の、早稲田大学が1980年に、やっぱ裏口入学事件があったんですよ。はい、僕、その年に早稲田に入ったんですよね。はいえー、それを思い出しましたね。<ー>それくらい久しぶりに見るような形で、しかもですね、えー、民間、民間じゃなくて、はい、あ民間っていうかね、あの次第とこう、えー、民間の人の、えー、裏口入学が なくて文科省のもうこれ事実上のですねナンバー2に近い人ですよね、その人物が自分の子供のために次第のトップと結託してやったと、もう救いようがないって言いますかね、確か文部科学省って教育を司る省庁でしたよね、記憶によれば。そうなんです えー、えー、いつから、あのー、天下り圧っだとか、えーはいえー、裏口入学とか、はい、えー、まさに教育の腐敗を提供する、えー、招になっちゃったんですかね。 ですから、ね、これ。文部科学省に道徳なしってね。ええ。いや、ありましたね、道徳っていう科目。ありますこれ、あの、新しくできたらいですか確か、検定までしてましたよね。はいはい。もうそんな資格ないっすよね。そうですね。文科省は検定まず自分で自分のところに対してやるっていうね。はい。もうそんな感じですよね。もう何言われても仕方がないというくらいの、これ事件になりましたね。ところが、なんか知らないんですけど、え与野党ともにあまりね、はい。 文科省改革だとか、そういったものにね、あの、視点がいかないですよね。これだっておかしいじゃないですか。ここね、2年ぐらいの間でも、その、前川氏。はい。下り問題ね。そうですね。それで、ま事実上のあの首切りを受けて。で、その後に、このね、裏口入学が事実上のナンバー2の人でやったと。ね もう組織腐敗してるじゃないですか。で、これね、全容はまだですね、わからないんですが、要するに今の次第経営、まあ国公立もそうですが、やはり経営が非常にですね、カツカツなんですよ。まあ二つ要因があって、一つはやはり人口減少に伴うですね、大学のですね、進学者がですね、まあ足りないっていうか、まあ不足しがちであるということがまあ一個あって、 でえー、さらにもっと重要なのは、えー、まあ財務省がこうお金を絞っちゃってますからね、はいえー、各大学ともに、ですねそれこそいろんなですね政府からの補助金、はいえー、欲しいわけなんですよ、えー、そうしないと、まあ、回っていけない部分があって、えー、でそういったものにですね常時手って言いますかね、この、えー、裏口入学事件が起こってしまっていると、はい、いうことが言えますよね。おそそらくラジオののの方でですねあの親の立場にいてそしてし大学生の いや、学費高いぞって言ってる方も多いかと思うんですけど、それでも賄いきれないぐらいってことなんですかつまり学費が高いってことはですね、あの、政府が、まさにおっしゃる通りで、なかなかね、あの、回っていけないんですよ。本当に。で、もう一個はですね、やはりこう、なんて言いますかね、 大学っていうのは基本的に営利団体ではないので、の儲けることっていうのはできないんですよ。そういった意味では、非常に一般企業と同じノリで考えて、学費が高いからこれでなんか儲けてるだろうっていうんじゃなくて、儲けが出ないような仕組みなんですよ、もともと。何が重要かっていうと、政府からの支援っていうものが重要ですよね。特にに日本みたいアメリカのの大学よう民間から なあの寄付金が来るとか、ですね、はい、そういった構造になってませんので、ええ、やはりこう、ね、政府の支援というのはやはり重要で、そこが今、絞られてしまっているっていう背景があるんですよ、ねうんええ、あとひと言、その文科省の肥大したこの大学への権限ね、ええ、これも結構問題だと。ええ そうですよ。もうね、あの、みんなね、ビビりまくりますから、文科省からですね、通知が来たり、ちょっと、あの、体幹の裏に来いとかで言われると。もう、私が今ですね、あの、文科省の連中を体幹の裏に呼びたいぐらいですよ。本当に。もう、腐り気道じゃないですか、この人たち。本当にええ。もう、文科省はですね、あと、いろんなところに、こう、出向、あの、文科省に席を残したままね、大学入試センターとか行って、大学入試センターの運営に対して文句つけるな、みたいなね。 通知も出したりするんですよ。はい、で、それやらせてるのは文科省の、そういったね、えー、出向の理事とかでね、えー、そんな奴ら早く首切れって言いたいですよね。はい。